2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、世界一になった世界バイナリーオプションスペシャリストの販売王先生です。当時は1億円近く投資をしておりました。現在ですね、2年間ですね、調整ということでまだ稼いでおりません。あれから稼いでおりません。それでですね、今回、2018年11月に作った新しいインジケーター、これはですね、あの片寄せボリンチアバンドという、独自の、ある情報からね、入手して、改良して作ったものなんですけどね、秘密ですけれども、それを表示させまして、RSI の2つですね、周期とアップダウンの領域ですね、一応3ダブルまでアンドを取って分析するようにすることができます。処理の関係でね、今2レンジということで RSI の2つによって分析させています。ちょっと試験投資でライブ投資をしておりますけれども、このような感じです。これがあの試験投資用のですね、ハイアンドロー社のですけれども、でシグナルが来るのを知らせるのを待っているのがこちらですね、こちらになります。で、時間がね、この時間になるんですけれども、6時55分、11月12日月曜日ですね。MT4 でインジケーターを作りまして、それで分析させております。現在 85% の10個以上の取引で平均ピップス30ピップスですね、幅がね、利益を取る幅の平均値が、30ピップスという以上ので、シグナルを出させてます。でいろんな状況を分析しながらね、動いておりました。白文字になったのはもう分析が完了しまして、この勝率、左上は 91% ですかね。で、11回取引しているということですね。平均ピップスは32ピップスという、そういうことで、このシグナル待ちになってます、白文字のほうね。他は見つかってないんですね、他の通貨国は全然。15個、他は全然見つかってません、17個、この2個しか見つかってないですね。シグナルが出ましたら、こちらでライブ投資の試験なんで、手でマウスでね、こちらで、打てるように、この通貨国を全部ね、通貨ペアを17にしといて、で、いつでもこうすぐ投資できるように用意しております。でこのシグナル 90% と 86% のシグナルがいいかということですよね。でちょっと前から、3日ぐらい前から現在まで、14回分はこの勝率になってるということですね。今後わかんないですけどね、このシグナルね。で勝率が落ちるとこれ消えてきます。ですからちょうどいいんじゃないかと。これはもう手放しでね、シグナル待ちで、音声指示がね届くまで待っておけばいいんじゃないかというわけですね。シグナル待ちになってますけれどね、シグナルが来たらこちらで試験投資をするということですね。予算がね、18,392円ですね。これライブ資金ですね、5000円から増やしたやつです。5000円からね増やしたやつです。でこれで数百万、月500万ぐらい稼げないかどうかということですね。月500万ぐらい、稼げないかということですね。ハイアンドロー社だけでね、
ということですね。で、このインジケーターどうですかね。このインジケーターはね、片寄せボリンジャーバンドに RSI、有名な RSI を2つ、ね、2つの設定値でアンドとって動かしてます。左上で見ますと14が周期ですね。で、26が上と下の幅、100%の上と下ですね。下が26、上が100-26ですね。次が周期が39になってます。で、33の値になってます。これも上下の100%引いた33と33下ね、行くとシグナルが発生すると。で、この2つの RSI が組まれてますね。非常に単純な方式ですけども、非常に正確性がいいんじゃないかということで、単純方式ですけども、表示させてるのは黄色の線は片寄せボリンジャーバンドですね。それと RSI の2つだけでね、だけで分析してますけども、ピップスとかですね、利益ピップスとかパーセンテージが表示されると。それで、その指定した下の2行目なんですけど、下の2行目によってそれ以上の分析データをシグナルで送り出すというね、仕組みとなってます。簡単ですけども結構難しいですね。ですから私の方はどんなインジケーターでも、テクニカル分析でもパーセンテージを表示することができます。ですので、具体的に本当に稼げてるのかということを全部ね、計算して表示させるということをしてます。手間かかるんでね、簡単には作れないんですけどね。時間かかるんですけども、プログラムを作って、インジケーターで表示させています。そんなことですね。どうもありがとうございました。